車の疑問に答えるか、といえば、グーネット買取チャンネル。今回は、個人情報がなくても車査定はできるのか、解説していきます。個人情報なしで査定を受けることは可能です。しかし、それはあくまで概算価格にとどまります。個人情報なしで正確な査定額が出ない理由は、一つが査定するにあたってコストが発生するからです。具体的に電話問い合わせ時の通信費、査定を行うスタッフの人件費、出張査定時の交通費などがあります。車を売却する際には、名義の書き換えで、名義変更手続きを行い、個人情報は必須です。個人情報がないと正確な金額が出せない理由は、正確な情報が把握できないからです。車種や年式、走行距離といった情報から金額を算出するようになっています。この他にもいろいろな項目を考慮して総合的に査定金額を出しています。そしてもう一つ大事な要素は買取を行うエリアです。査定するにあたって同じ車でもどのエリア在住かによって買取価格が変わってくることも多いです。個人情報の提示は各手続きに必ず必要になります。続いて、プライバシー保護についての対策内容を確認していきます。一つは、ジャドリに加盟しているかです。ジャドリに加盟するためには、厳しい審査基準をクリアする必要があります。加盟しているということは、有料買取業者であると判断してもいいでしょう。もう一つは、ネットセキュリティ対策を行っているかも、個人情報保護の大事なポイントです。ポイントになるのが、SSL 通信をしているかどうかです。SSL 通信を採用していると、入力フォームに入れた個人情報は暗号化された状態で送信されるので、安心です。最後にまとめです。車の査定において、ネット上などで個人情報を提供することなく、情報収集することは可能です。しかし、正確な価格を知るためには、個人情報の提示は必須です。車を査定する際、正式な査定額が出せない理由として、様々なコストがかかることが挙げられます。また、車を売却する際には、個人情報はいずれ必要になります。個人情報を提供しないと、詳細で正式な買取額が算出できないことが多いです。そして、正式な査定は、個人情報の提供が必須なので、査定の二度手間になる可能性もあるので、注意が必要です。個人情報保護の対策をしっかり行っている業者かどうか、事前に確認することで、心配なく買取査定を依頼することができます。車の買取手続きでは、個人情報が必要になると考えておきましょう。あなたの愛車を高く売るなら、グーネット買取へ、詳しくは概要欄の URL をチェック。